皆さん、こんばんは、えー。ジャーナリストの篠原一郎で,す、えー、とですね、今日はですね、きの日,日ちょっと定例お休みしまして、すいませんでした。あの何しろあの、2日間にわたってですね、あのー、戦車改造ブルドーザーのほうで、だいぶ大興奮しちゃいましてね、坂東さんと大いに盛り上がりましてね。 坂東さんにとってもねバンドさんは時田宏というお名前で絵本作家もやってるわけですけどねあの9番目の戦車っていうのにお書きになった主役の戦車は9五式軽戦車で特別にですね土曜日から行ってですね9五式軽戦車の本物を見せてもらったんですねでご本人も大興奮だったんですけどねその9五式軽戦車を改造してね 北海道で雪かきであるとかね、いろんなあの農作業とかに活躍した戦車改造ブルドーザー、あ去年も、ね、最後に動かしたみたいですけどね、えー、それをね、まあ、もう今でもちょっと動く状態なんですけどね、本当にきれいに直そうということで、クラウドファンディングの、ね、運動をやってる、その、まあ、あ一つのですね、えー、キャンペーンとして、昨日お披露目会やったんですけどね、大勢の方いらっしゃいました。で、私もいろいろですね、 えー、本来はそのそっちの方が私の話なんですけどね、えー、お話もちょっとだけさせてきます。 いただいたり、ね、あのちょっとちょっとツーなです、ね、プラモデルのメーカーのです、ね、鈴木邦夫さんもいらしてです、ねえー、2人で大いに盛り上がったという感じでしたね、えーまあ、この、ね、NPO 法人防衛技術博物館歌唱を作る会の代表のです、ね、小林正彦さんもです、ねまあ、小林正彦さんが経営しているです、ね、自動車整備工場をディーラーで,です、ね、やったんですけどね本当に ね、えー、まあほにご苦労されてですねここまでやってきたなもうあと一歩でね博物館もできるとこなんでね是非ね 興味のある方はですね、また興味持ってほしいんですけどね、あのー、私はもう自分のですね親たちにあった思いがしましたね、あの戦車改造ブルドーザーね、あのー、ぜひ直したいんで、私もまあ、教育しようと思ってるんですけどね、心ある方はぜひね、クラウドファンディングの協力いただければと思います。今日はですね、えー、3つの話をね、しようと思ってるんですけどね、何しろ夜,もう夜遅いですからね、短い時間でやらなきゃならないんですけど、週に一度はね、あのー、 例のですね衆議院補選がですね ええー、四月二十八日投区開票で十六日時に始まっちゃうんですよ選挙はねええー、まあもうかなり近いですよねもう十日切ったんですがそのまあ三つあるうちのあの東京十五区江東区の状況ねこれ最低ですね週一回やろうということで、えー、今日もお届けしようと思います今日も簡単にしますけどねあのー、何せねあの加奈さんが怒りの配信してましたけどねあのお私に もご縁のある、まあ、今回はね、平等に主張は、主張のことは置いといてですね、まあ、私があの結成の時にお世話してですね、いろいろアドバイスもしてきた参政党から吉川皆さんという方が出てたりね、あのーまあ、維新の会なんかはね、あの非常に代表の方にも。 また私のですね、秘書時代の後輩の方がですね、衆議院議員になられたりしてます。他の議員の方にも本当にね、拉致問題の質疑なんかでもお世話になってる関係もあるんで、まあちょっとね、あったかく見守ろうかと思ったらですね、拒絶されちゃいましてね、あのしたらなんか、あのー、 今日ちょっと、ね、あの本,本題入る目、ちょっと一つ,一つだけ言うとです、ね、なんかですねあのあの皆さんご存知の、ね、政治ジャーナリストの安住明子さんが、あの馬場伸幸代表ですね、えー、の記者会見にです、ね、お出かけになったにこに、この私の話を聞きつけていてです、ね、あの動画見てたんですよ。で動画見てて、私あの、質問してねって頼んだわけじゃないんだけど、非常になんか。 安住さんとしてもまあ政治の専門家としてはね何をやってんだって思いがあったらしくてなんでこんなことやるんだろうと前回こんなね結構な票を取ってる人はこんなことやったらダメになっちゃうんじゃないのっていう思いもあって馬場さんにですねそれとなく質問してくれたんですねで具体的に言ったらっていう具体的に言ってもらえば候補者を指導したいっていうふうに馬場さんおっしゃってでもちろん私はですね えー、あの動画、維新の方見てたんですからどうな、どういう状況だったんですかって、もちろん聞かれたわけですよ。で、いやあんまりね、あのーまあ、現場の判断っていうのもあるからね、あのー、一概には言えないけど、でも私自身も選挙のプロとしていろいろやってきた中ではね、これは逆効果だと、こんなものも対応できないでね、名刺くれって言って名刺も出さないしね。 でっていうのはねやっぱり悪印象を広げられるだけの話なんじゃないのと私は別にそれほど広げる気もないしねっていう話はしたんだけどもねそしたらその後ですね昨日もなんかやっぱり YouTube 配信とかでねあのー、このですね金沢優衣さんね、えー かけてですね、金沢祐二さんあの演説箇所をですね、SNS で配信してるんですよね、あのあの場所の予定をねで、それで言ったらですね、結局やらないで、で撮らせてくださいって言ったら、名刺出しなさいって言ったら、名刺出したら、たら撮影とかの会社じゃないからダメだって言われて。 まだこんなことやってるのかと思いましてね、あきれましたね、私はね。まあ、あのー、落選運動やってるのかいって話だけどね、なんか、他にもなんか、他の党になんか、演説の時間調整したいから、ちょっと話に乗れとか言ってね、自分とこの計画持っていかないで言って怒られたらしいんですよね。あのー、まあ、そういう無礼なやつはいるんだよね、よくね、自分があの議員やってたりね。私も昔、自民党のあれですよ、現職の国会議員の秘書になんかね、なんかね、えー 先にこっちが演説したら、後から来て、うちは現職なんだから、お前、何言ってんだって話でね、大喧嘩か待ちでやっ,たやったことありますけどね、警察呼んですぐ決着つきましたけどね、あのしぶしぶですね、えーえー、もう引き下がりましたけどね、なんていうかね、あのでも礼儀とかねあの、おごり高ぶりなんかやってやったらね、印象悪くなるだけなんだよね。あの ちゃんんととして欲していと思うんですよねもうなんかフェアな勝負以前の話なんでね、これはちゃんとやってほしいなと思いました。それでですね、結局ですね、今日東京15区について言いたいのは、ほぼほぼですね、あのー、立候補する方が固まったと見ていいと思います。えー、現在の立候補者、あのこ,の間この間の1人足したんですね、これね、えー。須藤元気さんがね、もう活動を始めてます、えー、いうことですね。 でね、あとね、今日先ほどですね、1時間半ほど前に、ネットでニュース流れまして、共産党がですね、立憲民主党と一本化を図るという発表をしました、その結果ですね、この東京15区で立つ予定だったですね、小堤東さんというね、この日本共産党の高等地区委員会の地区委員長は、立候補をです、ね、取りやめにすると。 いううことになったそうですですから、あこの酒井夏美さんね、えー、昨年の12月のお高等区長選挙と同じ構図で、立民と共産党はやることになったと。であとねあの、この中でねあの、今微妙になってるのが、実はれいわ新選組なんですね。というのはですね、須藤,須藤元気さんについてちょっといろいろ私、調べました、えー。そしたらですね、須藤元気さんについてはね、この,この人のね、 ちょっとご存じない方もいると思うんで、ちょっと紹介しますとね、この方は全国比例区で立憲民主党で統制されたんですが、前回の都知事選挙の際にですね、立憲民主党はですね、共産党と一緒にですね、宇都宮健治さんという、ね、弁護士さん、まあ、共産党系の弁護士です、はっきり言いますから、ね、この人一緒に押そうということになったんだけども、須藤元気さんは、 山本太郎さんが出ていることに対して山本太郎さんを押すんだということを一人で頑張ってまあそれがきっかけになってですねあの立憲民主党がですね国民民主党と一度一緒になるときにお辞めになったんですね合流しませんということでねまあそういう形で立憲民主党出たと山本太郎さんを都知事選挙で押すことでですねえまあですねえお辞めになったという,ということでえまあ端的に言えば あ令和新選組とか山本太郎さんの票を当てにしてるんですよ。で、えー、ここで前にもね、あの前回、1週間前にご説明したんですけどね、山本太郎さんの票っていうのは実はあのお出てまして、参議院,参議院でね、えー、1万8000票出てるんですよ、報道からね。つまり、1万8000をベースにしたいという気持ちがあるんです。えー、しかしね、 あと実際ねあの、いろんなことを言ってる人がいると思うんですよ。この辺の経過をきちっと見てない人がいるんであの、立民からこう流れるんじゃないかって言ってる人がいるんだけど、この人はそれ考えてないし、立民とは全然なんていうかね、没交渉なのと、あと、立民が対して票ないんです、本当言うと、江東区はね。これ、今、8番手のね、この立民共産令和の票を足すとこうなるんですよ。でこれがな区長選挙の時はね、5万6000しか出てないんだけどね。 あのー、いうことでね、あのー、なかなかこれはね、この票が出るかどうか分かんないんですけれども、これのうちですね、立民の票って1万5千しかないんですよ、共産党の方が倍ぐらいなんですよ。ですから、あね、1万5千も含めてですね、立民とそんなに親しくやってたわけじゃないので、立民の票がこの人に取られるってことはあまりないと思うんですね。で、ね、その一つの調査として、参議院の全国の票がこれしか出てないんですよ、7万3787票。 このの人下はなんですよ、ね、まあもう,もうちょっと差があるけどねこの人の上が石川大河さんっていって豊島区であの、あのー、どっちかというとね、あのーまあ、LGBT をカミングアウトして、まあ、リあのすごく真面目な国会議員さんだった人なんで私付き合いあるんですが、あのーまあ、その人がちょっとだけ上っていうぐらいでね、あのー、ほぼほぼ並んでですね、あのーとあのーまあ、立民の中では比例では最下位当選なんですね。 ということなんですですから、これは江東区から出る表じゃないんですよね、これは。あの有名人なわけですよね、あの地元出身だけど格闘技。でこの方は何を当てにして出てるかって言ったらですね、あのむしろですね、あの中学校とか小学校とかね、あるいは今、ご商売やってます、ここで地元で、ここのあのお店、江東区だけじゃないようなんですけどね、えー、ご商売やっていて、そういうまあ若手経営者ですね。 40代、50代の若手経営者をまとめてやろうということで、どっちかっていうとです、ね、自民党の票を、ね、割って取ろうと、できればあ令和の票が下にあって、それにプラスして自民党の票を割って取って、のし上がろうとで、この人はもう来年がです、ね、実は参議院の改選で選挙だったもんだから、もう比例だったもんでね、もう政党の所属がなければ、このままもう目がない。 っていう状況なわけですよ。だったら衆議院に鞍替えしかないなということで出てんだけども、この人の戦略はそのまあ、できれば令和の票プラス、あのー、そういう自民から引っ張った票で行こうということで、これは引っ張らないと思います。まあ、あのあとね。あるとしたらちょっと競合するとしたら。 参政党の吉川皆さん、この人は、まあまあ、一定数ねあの、この人についてもちょっと今日は解説があるんですけども、まあ、あの例えば参議院の比例では7451票出てるんですけどね、えーまあ、枠の問題ね、いわゆるこの枠の問題であの主張が重なるんですよね、須藤さんとね、だからちょっとその辺のことがあり得るかもしれないけど、そんなにですね、枠、え、枠、ー、の話はそれほどしてないですから。 あそういうことになるかどうかはまだ未知数です。まあ、でもいずれにしろね、今出た順番で言うと、私ちょっとね、まだ分かんないです。実はある聞いてんだけど、口固いんですよ、あの令和に聞いてんだけどね。あのどうすんのって言ったら、いや、はじめね、須藤さんほら、出る出るって言ってたじゃないですか。んで、ちょっとヒューンとなってまたこうでしょ。あのまあ、これになったからなんだよね、えー、緑のたぬきが出ないって分かったら元気になって元気。 出てきたんだけどね。もう初めから出てればねあの、党全体でダメでも、山本太郎個人推薦にしたかもしれないみたいなおじさんだよねでね。でもね、今回の場合、これ1人を、1人を争う選挙だから、こっちに対して令和の推薦を出して、こっちには山本太郎推薦っていうのはありえないと思うんですよね。そんなことやったらちょっと無責任になっちゃうんでね。だからどっちかにするっていう。ただ逆に言うとですよ、ここがまたずるっこいところなんだけど、 令和新選組が、まあ、共産党はもう今日態度を明らかにしたんだけど、令和新選組もと当然ね、勝ち目、自民党政権を追い詰めるために、いいこれね、乙武さんを,をですね退けて、のし上がるんだっていうんだったらね、この酒井夏実に、令和も入ってくっていうのはね、当然の方向なんじゃないかなと思うんだけども、それをなかなか言わないのはね、まあ,あの、の立民や共産党を揺さぶってね、いろいろ。 面で、ね、取引き、まあ、国会の運営上、ね、例えば質問時間くださいよとかね、まあ、政権じゃないから、閣僚の,あの席じゃないけどね、まあ、そういうことで、最後の最後までちょっと分からないですね、ただ今週あたり、こっちを押すか、こっちを押すか、はっきりするんじゃないか、今のところでも、ねえー、順位的には、須藤さん、後から出たってこともあって、ないなんじゃないかということなんですね、それから、あのーこれ、これですね、ベースになって、ね、これ、実はね、順位変わってきますからね、今日 でこれベースになってる話をしたらですね、いろいろ各,各,あの各界から反響をいただきました。えー、で、えー、そんなことないとかいろんなこと言う人いるけどね、結構こういうのって、ここを出発点にしないと、ウルトラ C もできないわけですよ。だから例えばね、あのー、あえて飯山あかりさんのことを言いますけど、飯山あかりさんはね、本当に早くからこう手を挙げて頑張ってるわけだけども、 おーちょっと手厳しいことを言いましたね、私ね、政策のことは一切言いませんけども、ちょっと高、あ、等、のー、区民と壁ができちゃってるよと、なだれを打ってね、まあ、そんなことないよ、石原さん、高等区民踏めてるよ、やるたび増えてるよ、それは当たり前ですよ、増えると思いますよ、だって毎日やってるのも。でも、なだれを打ってね、来る、あと10日でどれくらいできるかってことを考えたら、もうちょっとウルトラシーやんなきゃできない、じゃあできないかって言ったら、できると私は。 思ってますよなぜかっていうと、だってこのだって日本を星とってすごい大物の人が作ってるんだもん。あのー、ベストラスセラー作家の百田さんもそうだし、アレモンさんだと結構有,有名人だし、それから何よりもね、こ,この間ちょっとね、あのちょっとあのまた街、近々行きたいと思ってることがあって、何かあったらね、河村隆さんが結構応援に回ったでしょ。あれでちょっと街に変化が出てんじゃないかなと思うんですよ。河村さん結構有名人だから、あのしかも現職の、 大きな町ね名古屋市の市長なわけでしょそんで減税減税やるということで庶民にとってはねもうじ自分はんで日本で一番給料安い市長だって本当かなと思うんだけどまあそういう点で話題作りをしてる人ではね えー、あるわけですからそういうい方がこがどう変わったかと、合わせてそれを力にしてね、やっぱり新しくできた党の、あのー、威力っていうのは、やっぱり党員がね、わーっとね、瞬発力を発揮するかどうかで、奇跡を起こせるかどうか。で、ここの特徴っていうのは、そもそもですね、あのー、飯山さんや百田さんや有本さんお考えになったのは、自民党が割れると。 いうことを、ね、あの考えてるわけですね割れて固定していたものが崩れると、それを持ってきてのし上がれるんじゃないかと、これは一つのチャンスだなと、まあ、これがチャンスを生かせば、次の総選挙の本選挙もね、あの相当いい立場で戦い、本当に、まあ、これ、あんまり足らればいっちゃいけないけど、飯山さん勝って現職の議員になれば、国政政党になっちゃいますからね、あのー、全然違うわけですよね。 まあそういうようなことを目指してるんだと思うんだけどウルトラ C やるためにはこの現状をよく見なきゃいけないですよね。でただねだから、あのー、これ言いますけど乙武さんは戦略的にはですね自公が独自候補を出せない中でも自公の票を抑えながらあーですね圧倒的に強いですね小池百合子さんの支援を得ながら ああファーストですねファーストでも、ね、単独で出ても1万ぐらいしか取れないんですけども、前にも言ったように、ここ、小池百合子さん、都知事選挙では1回目が11万票、2回目は14万票取ってるんですよね。ちょっとこれこ,この、ね、考え方、今日大事なポイントなんでね。だから、ここを抑える、この崩れを抑えるのに、小池百合子さんがどう動くかってのは、かなりかあの大事になってくる。え逆に言うと、小池百合子さん出たら絶対出ると思う。 もう勝っちゃうと思いますけどねなぜかっていうとね、あの14万票って考えてください。この14万票、例えば都知事選の14万票って、ここの10万票絶対含まれてるわけですよ。要するに、これに小池百合子ってなると、これを二重に抑えることになるわけですよね。だから、抑えとしてはいいわけですよ、この夫人っていうのは。だから、小池百合子氏の陣痛力がどれくらい効くのか、そんな聞効くわけないよ。あのー 学歴は差し押してるし、実績がないよ置っていうけども、彼女はね、ちょっとね、なんでここまで化け物みたいにね、強くなっていったのか、11万票が14万票増えたの何かって言ったら、コロナ感染なんですよ。やっぱ金ばらまきを、都の予算やってやったということを、これかなり効いてます。で、これ業界団体はかなり潤ったところもあります。そこはやっぱりね、小池さんの地盤をもうちょっと強めなきゃならないと思って。で、しかもここね、 江東区って、今の区長って、小池百合子さんの部下だった人が当選してますからね、私が住んでる豊島区くもそうだけどね、あのそういう形でっだ,んだ,んだんだん地盤を固め、えー、広げてる人なんですよ、小池百合子ってのはね。我々が思ってることと、実際世間が思ってること、感じてること、そして世間で起きてることっては違うことがあるから、ここはよく見なきゃいけないですね。だから、あのー、ここの戦略はこれをなるべく崩さないこと、でも相当崩れると思います、なぜかというと。 この方が出てこの方が出出ててここのの方方るからですこの方はなんだかんだ言ってもおそらくこの方もだって自分の名前を書かして自民党公明党票で10万以上取ってる人なんですよね。だからこれ10万は入らないと思いますけど、例えば2万3万ってのはあり得るし、それからもう一つ重大な要素もあります、これは。重大な要素がある。最後で分かんないけど、公明党嫌がってますよね、おとたけさんね。で今日もニュース出てましたよねあのー いやーあの人はやっぱり支持基盤の総合学会の女性部の方をしてあげられない,いあの現地の状況を考えれば困難だっていうふうに、あのー、東京都連の会長さんも言ってましたよ公明党のだからあの公明党の票これでどれぐらいあるかって言ったら3万票ぐらいあるんですよねそしたらいきなり7万票減って。 でこっち3万取られたら負け決定ですよ、はっきり言ってこれ下手したら3万取られちゃったらね。でそういう中で今、酒井夏実さんはね、あのーまあ、8万基礎票があるとして、でもこれ,これがちょっととこぼしがあっても7万ぐらいで結構ね、日ぐらいあの当選ライン。だから7万ラインっていうのはね、あの飯山さん取るかもしれないですよ、取るかもしれないけど、それはウルトラシーやらないと取れないですからね、このまま推移したら取れないこのまま推移したら取れない。 あのー、ただ、本当に力のある方が作った党だから、この方たちが知恵を使って、あの知恵は具体的に言いません、それは、あまりにも不公平なんで、あのあの決定的な手段はないわけじゃない、ないんだけど、お一番のでも決定的な手段は、6万人党員がいらして、新しい党ですから、参、ま、政、あ、党だとほら、時間が経っちゃってるから、一時は10万ぐらい経ってんだけどもね、まあ、今、10万いないわけでしょ。 であといろんな意見があるからねあの、党員だからってもう全力で動くわけないの共産党ですらね、半分ぐらいしか動かないんだからね、あの30万党員いるって言うけど、全国で15万動いてないと思いますよ、10万人ぐらいだと思いますよ。まあ、そういうことを考えるとね、今、新しい党っていうのは、党員の活力が一番あるから、あ日本保守党はやっぱり、ウルトラシーをやれば、うっというふうにね、えーまあ、当選ラインを競えるかもしれん。 かもしれないですよ私はあの初めからね、いやー、飯山さんは戦闘力があったからあの、ぶっちぎりだなんてことは無責任なことは言えません、私はあのそんな。そんなことが選挙の事象であったことはありませんからあの。言ってることはみんないいんですもん、だって。ただ残念ながら金沢さん、ちょっとこれってダメだなと思いましたけどね、うん。それで、あともう一つの要素としてね、参政党の吉川里奈さんについてはね、参政党の方がね、なかなかいい。 説明をしてたんですよね、YouTube でね。で、見させていただいて、ああ、なるほど。あのこの間、実は神谷氏ともですね、あのー、電話で話したんですよ、情勢、どう見てますかっていうんでね、こう,こうですよ。私,私はあのーこれをやっ、これと同じ程度の票を取るんじゃ、要するにこれですね、参議院の比例程度だったら、 はっっきり言って話にならないですよって言ったら、話にならないですよって言ったらですね、あのー、ともかく1万超えたいとで、1万は必ず超えたいと、で,できれば2万4千ぐらいはね、最低でも取れたら、これは私は、あ事実長勝ったと見ていいんじゃないんだろうか、賛成との現状合もそれは議席を勝つというのはね、党、え、勢、ー、を拡大して次につなげることができるんじゃないか。えー かななり現実的なことを言ってましたよね私なんかはでも3万ぐらいでやった方がいいんじゃないのって言ってんだけどね、うん、3万以上狙わなきゃあんまりあの、もうこう言ったらあれだけど、結構いい演説の上手な候補者だし、いい賛成党独自でですね、あのー、主張しているような問題もあるから、それをちゃんと国民に届ければね、あのー、いいんじゃないかと。 かなりだから、参政党は、ですねあの組織選挙頑張ってますねあの、ポスティングも相当進めてるし、あとですね、あの路地裏の、ね、街頭宣伝がかなりされてますよねあの、地方議員の方がかなり入ってやってて、まあ、この間もねあの、家内さんも言ってましたけどね、お会いしましてね、篠原さんって言われて、はい <laughs> っていうあれでしたけどね、参政党の特徴ね、あの 平均的に皆さん演説うまいです。だから結構聞かせますよね。で、やっぱり人が集まってる、あのこれ変な話、これは僕が教えたことなんで、それを忠実にやってるんだけどね、人のいないところに人を集めてやんじゃなくて、人の集まってるところにいい話しかけて、人の足を止めるような演説しなさいっていうを教えてるんですよ。人の足を止める演説ってのは、人が関心あることをきちっとは人の立場で、歩いてる人の立場で話しなさいって,って、それをやってます。だから結構ね、広がってきてるんじゃないかなと思ってますよ。あのー まあ、あの、大きな演説やるとね、もう相変わらずその妨害が大変で、あの、本当ご苦労だなと思いますけどね。まあ、かなりいいですね。まあ、16日に向けていろんな作戦をね、考えているようです。も、ま、う、あ、こう言ったらあれですけど、16日始まってから勝負じゃダメですよ。16日がゴールだと思って今はやんないとね、ダメなんで、もう完全に悪いけど、須藤さん出遅れてるしね。で、そう言うとね、こう、で、最後にね、これの問題で言うとね、これだけ言っときますよ。来週もっとね、詳しいこと言いますけどね、あのー、今ね、 えー、およそ4つのブロックにこの新人の校舎分けてます、私はね、あのー。かなり団子になってるんですけど、1、2位を争ってるのが今のところね、酒井夏美さんですね、えー、それから乙武宏忠さん、そ、え、れ、ー、で3、4位を争ってるのは秋元司さんと金沢優衣さんじゃないかなというあたり。で、5、6位はあ飯山あかりさん、吉川里奈さんかなと。で、須藤さんは最後から。 ここのレースに乗っかれるかかるなななととといいうようよろかなと見ていますまたこれでお怒りになる方もいらっしゃるんでしょうけど、現実こんなもんだと思いますよ、私は。はいということでね、今日はね、15、え、区、ー、の話はこれくらいにしますね、結構長く話しましたけどね、来週までにまたね、ちょっと現場入れたら入りたいけどね、難しいかな、わかんないですけどね、まあ、入ろうと思ってます。はい